お腹の肉がなかなか取れん。腰の肉も気になる。腹筋やったり、背筋もやってるのに、全然変わらん。そういった方の多くは、反り腰や猫背、姿勢が関係しているんです。お腹の肉も腰の肉も、お肉を集めてみてください。そうすると、自然と体を縮めますよね。体を縮めるとお肉って集まりますよね。要するに、姿勢がいい時は引っ張られていて、体を縮めるとお肉が集まる。お肉が気になる人ほど体が縮んでるんです。猫背や反り腰、体のラインがまっすぐになっていないので、お肉が集まって気になっています。今回はその姿勢を改善してお腹のお肉と腰のお肉を取っていきます。姿勢を改善するためのストレッチから最後は腹筋メニューに加えていきます。最後の腹筋メニューは簡単にできるのにすごく効きやすい、とってもおすすめな方法になります。頑張りましょう。どのメニューも効果的になっています。スマホ見ながら真似してください。まずは仰向けで寝ましょう。片足を曲げます。反対の足は膝を抱えましょう。そうすることで反り腰猫背を解消するための筋肉が全部ストレッチされます。いきましょう。スタート。これでキープです。足を抱えるんですけど、できるだけ膝が上がらないように、膝は下に押さえてお腹引っ込めて膝抱えます。左右に引っ張り合います。足首もストレッチしてください。はい、OK。反対も一緒です。膝折り曲げたら膝を抱えてキープ。スタート。これで前ももと腰曲がりを伸ばしているので。反り腰の人はね、特に硬くなってたりします。猫背の人もね、腰を反ることがなかなかできないんで、しっかり胸張って全部ストレッチしましょう。 OK。 次は両足抱えます。足閉じときましょう。スタート。で伸ばします。もし股関節痛い人はね、たまに膝を開いてもいいです。開いたり閉じたりしてもいいです。閉じた方がしっかり足が伸びます。OK。 足ついたまま片足伸ばします。つま先をしっかり上げて、足を顔の方に持ち上げながら手でグッと引っ張ります。これで足首から腰まで全部伸ばしましょう。あと膝が曲がらないように、ちょっと痛い人のね、初めは軽く、痛みに慣れるとしっかり引っ張って、しっかりつま先を上げておいてください。ここが硬いと反り腰になりやすいです。 OK。 反対も一緒です。しっかりつま先を上げていきましょう。腰痛い人はね、腰にビリビリっとくるかもしれないんで、初めは軽くのうちでいいです。慣れてきたら引っ張る。だいぶお腹と腰がバランス取れています。今度はこのまま膝を曲げて、片足ずつ床についたら戻しましょう。この時腰が浮かないように、腰を床にペタッとつけたままで足を動かします。スタート。早く動かすと腰が浮いちゃいやすいんで、おへそをこっち向けたまま足をゆっくり動かしてください。この後の腹筋メニューで、この腰を床につけることがとても大切になります。
へい。それでは下腹を使う腹筋メニューに入ります。レッグレイズというと足を動かすと思いますが、足を低いところが一番負荷が高いように腰が反れますよね。今回は足を少し床につけたまま、しかも片足ずつ動かします。そうすることで腰が床についてお腹に力が入ったままで一番低い足の位置で下腹を使うことができます。まずは寝たままで足は肩幅、ここから交互に足を伸ばしていきます。できるだけ床には足をベタッとつけずにふわっと乗したままで足を動かします。腰が浮かないように注意しましょう。スタート。腰だけ注意してください。腰が浮かないように足を入れ替える。もし腰が浮いちゃう人は曲げた足を少し床につけてもいいです。できる人はふわっと動かして、お腹にすごい効いてればバッチリ。OK。 今度は斜めに動かします。腹斜筋も一緒に使っていきます。スタート。これも足はふわっと床につけましょう。床につけないと腰浮いちゃうんで、腰が浮かないように床につけてるって感じです。お腹に少しね力入れとかないと腰浮いちゃうんで、しっかり骨盤立てとく感じです。OK。今やった2種目の腹筋を上体を起こしてから行います。足は肩幅で動かしていきます。スタート。一気に辛くなります。頑張って。頭辛かったら持ってていいです。体はできるだけ起こして、できれば一往復で息吐いて、オッケー。ああ、効く。次は左右に広げます。行きましょう。スタート。頑張って。息止めないように注意。次は座ったままで膝を曲げましょう。ゆっくり倒れながら足を持ち上げて、ここでキープ。頑張りましょう。スタート。キープ。もし腹筋辛くなったら転がって戻りましょう。今回は姿勢を改善するためのとっておきなメニューでした。動画を見ながら2日に一遍やって姿勢が崩れないようにキープしましょう。やった人はコメントください。